お休みの日にレンタカーを借りてイオンに行って、それで車を止めたんですけど、どこに止めたかわからなくなっちゃって、それでものすごい端から端まで探したけどなくて、結局地下を探してたんですけど屋上に止めてたっていうオチで、部屋に帰って携帯見たら2万歩以上歩いてました。